アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつていじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年10月1日、場所は滋賀王子山陸上競技場にて、関西学生アメリカンフットボール6人制公式戦になります。天理大学対大阪電気通信大学の一戦がまもなく行われます。試合開始12時ちょうどキックオフ予定です。まもなく試合が始まる、その前に両チームサイドラインに整列しました。これより試合開始前のコイントスを行います。手前側に陣取ります本日ホームスタンドチームですが、ビジターの白のユニフォームを着用しているのが天理大学。奥側、本日はホームカラーカラーチームであるブラックのユニフォームをまとっているのが大阪電気通信大学です。天理大学キックオフ、大阪電気通信大学リターンで試合が始まります。本日の試合は1クォーター6分の正式形式で試合が行われます。本日の一戦はいわゆる11人で行うアメリカンフットボールでなく、6人制で行われるアメリカンフットボールです。4回で攻撃権を更新する点ではアメリカンフットボール11人制と変わりません。ただしその必要な距離は15ヤードです。またタイムアウトは双方ともに3回、これは同じになります。フィールドの両翼は40ヤード、したがって全長で80ヤードのフィールドです。まずは天理大学のキックオフで試合が始まります。キックオフを務めますキックオフキッカーは11番の木村。このキックはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなりますと相手チームの攻撃という形になります。相手チーム自陣20ヤードからの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で、この6人制の場合は15ヤード前進しますと攻撃権更新、エンドゾーン相手陣地奥深くにある得点エリアを目指します。まずは大阪電通の攻撃、自陣20ヤードからファーストダウン点1回目の攻撃です。まずランプレー、大阪電通、まずここは手堅く中央へのランプレーを展開しました。キャリア21番、そこから右オープンに展開し約4ヤードのゲイン。
これにより大阪電通は4ヤード前進し、最初の開始地点から4ヤード、したがって残り距離11ヤードのシチュエーションに2回目の攻撃挑みます。大阪電通セカンドダウン11、ボールオンは自陣24ヤード。これは天理大学ナイスディフェンス。南2枠33番にトスをし、左オープン展開しようとしましたが、これを天理大学1番が中に食い込み、約2ヤードロスとしました。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。失礼しました。先ほどタックルしましたのは天理大学11番の木村でした。さあ大阪電通下げられまして、サードダウン13、攻撃権更新になるでしょうか。さあ今度は中央へのランプレーを選択しました。キャリア33番、この13ヤードのランを託されましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。キャリアは33番青木でした。3ヤードほど残し、フォースダウンとなります。この最後の攻撃権を果たしてどのような選択をするのか、ここはご注目ください。大阪電通フォースダウン3プレーを選択します。フォースダウンギャンブル、最後の攻撃権をあえて攻撃プレーにより攻撃権更新を狙います。中央へのランプレーを選択しました。攻撃権更新になったでしょうか。残念ながらこれは攻撃権更新に至っておりません。4回目の攻撃失敗となりますので、攻守交代です。ターンオーバー。今度は攻守変わりまして、天理大学の攻撃となります。天理大学相手陣34ヤードの地点からファーストダウン15のシチュエーションに入ります。同じく天理大学も攻撃権更新に必要な距離が15ヤードとなります。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。フィールド上に黄色いウエスが落ちますと反則発生を意味します。この反則が双方どちらにありましたか、審判の判定をお待ちください。オフェンスの反則の模様です。アンスポーツマンライフコンタクト、スポーツマンとしてふさわしくない振る舞いがありました。先ほどのタッチダウンの後のセレブレーションが相手を侮辱した行為という形で反則という形になります。この反則によりタッチダウンはしかし成立しています。しかしこの後に行われますトライフォーポイント、タッチダウンの後のワンプレーにおいてそのペナルティが施行されます。6人制はこのタッチダウンの後のトライフォーポイントの得点配分が異なっています。通常とは違い、エンドゾーンに持ち込むと1点、キックですと2点が加点という形になります。これは人数が少ない分キックが難しいという判断からです。しかし本日のフィールド、ゴールポストがありません。
したがってトライ4ポイントはそのままエンドゾーンに持ち込む1点のプレーとなります。さあ先ほどの反則により大きく下げられた位置から天理大学トライ4ポイントに入ります。パスは通りましたが、しかしこのパス不成功の判定となりました。ワイドレシーバー12番キャッチしていたのですが、この取った際にフィールド内に着地をできませんでした。パスキャッチは取った後そのフィールドに着地してそのプレーは成功という形になります。したがってこのパス失敗により6点止まり、天理大学6点、大阪電気、電気通信大学0点。なお先ほど見事なタッチダウンランを決めましたのは天理大学の9番マーク・フォアタでした。先ほどペナルティによりトライ4ポイントは失敗しましたが、しかし天理大学見事にタッチダウンを決めまして先制を果たしています。そして天理大学のキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い得点を挙げた側のキックオフで試合再開となります。したがってリターンする、得点を取られた側が次の攻撃権を得るという形に基本的になっています。このキックもエンドゾーンを越えましてタッチバック。大阪電気通信大学自陣20ヤードからの攻撃と変わります。さあ先ほど得点を取られた大阪電気通信大学反撃の攻撃なるでしょうか。ボールオン自陣20ヤードから大阪電気通信大学ファーストダウン10、失礼ファーストダウン15です。さあ中央へのランプレーで突破を図ります。キャリアは33番。しかしこれは天理大学9番が見事にタックルし、このランプレーはむしろ約4ヤードロスとなりました。キャリアは大阪電通の33番の青木、タックルしました天理大学9番はマーク・フワタ。大阪電通自陣16ヤードからセカンドダウン19、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新19ヤード。さあ今度はオプションプレー、クォーターバックが自ら持つかランニングバックに持たせるかの選択プレーをしました。ここでランニングバック2番にピッチし右オープンを展開させようとしましたが、これはしかし天理大学が見事にカバーしておりまして、ランプレーによるゲインはほとんどありませんでした。大阪電通のキャリア2番はシャノー。失礼しました。この時にボールをファンブルしていたようです。そのファンブルしたボールを天理大学が抑え大きくリターンし、天理大学相手陣4ヤードという絶好のポジションでの攻撃権を奪うことに成功しました。従いまして天理大学相手陣4ヤードの地点からのファーストダウン2ゴールに入ります。パス不成功。クォーターバック11番左に流れながらワイドレシーバー21番へのパスでしたが、このパスはオーバースロー。パス不成功によりセカンドダウン2回目の攻撃に移ります。失礼しました。先ほどの判定誤っておりました。ファンブルの際にリカバーしまして天理大学がタッチダウンを上げていました。先ほどのプレーはトライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーでした。
従いまして天理大学に6点が入っています。天理大学12点、大阪電気通信大学0点。そして天理大学のキックオフにより試合再開という形になりましたが、このキックオフ外へ出た模様です。この結果ボールが出ました時点から大阪電気通信大学の攻撃となる模様です。失礼しました。これはペナルティとなっています。キックオフは11人制同様、どうやら外に出ますと反則という形になります。この結果大阪電気通信大学自陣30ヤードからの攻撃を選択しました。大阪電気通信大学自陣30ヤードからファーストダウン10。パス成功。大阪電通、ここでオプションプレーのフェイクからランニングバック2番へのパス、これを取りました。2番キャッチアンドランし、約9ヤードのゲインとなっています。ダウンインジカケーターの訂正、漏れておりまして失礼いたしました。先ほどの見事なキャッチを決めたのはランニングバック2番のシャノーでした。大阪電通セカンドダウン6。パス成功。タッチダウン。クォーターバック82番、再びオプションフェイクからパスを投じようとしました。プレッシャー浴びましたが、しかしこれをかわしてランニングバック33番に見事にパスを通し、33番これをキャッチアンドラン、エンドゾーンに走り込んでタッチダウン。大阪電気通信大学6点獲得。そしてトライ4ポイントに入ります。さあ、これはランプレーでトップを図りました大阪電通。しかしこの判定はどうなりましたでしょうか。ここでウォーターブレイクが入ります。本日はまだ残暑あります中ですので、審判団の判断によりクォーターの途中でタイムアウトが、ウォーターブレイクが取られる模様です。画面上の方で表示しておりますクロックは私の方で調整しております。フィールド上にありますクロックが現在視認できない位置にありますので、残念ながらこの時間が正確ではありません。この点ご了承ください。
さあ、ウォーターブレイク解けまして、これより試合再開となります。先ほど得点を挙げた大阪電気通信大学のキックオフで試合再開です。キックオフキッカーは82番が務めるようです。このキックはエンドゾーンを越えましてタッチバック、タッチバックしまして天理大学自陣20ヤードからの攻撃と変わります。天理大学自陣20ヤードからファーストダウン15。これは大阪電通ナイスディフェンス。天理大学中央へのランプレーを展開しようとしましたが、これは大阪電気通信大学ディフェンスライン陣がチャージしまして約3ヤードロスとしています。天理大学自陣17ヤードからセカンドダウン18。パス不成功。クォーターバック11番、プレイアクションからプレッシャー浴びつつラインマン65番へのパス。しかしこれを65番キャッチミス。パス不成功により攻撃は一つ失います。アメリカンフットボールは開始地点より後方より1回だけ前にパスを投げれます。しかしこのパスが通りませんと元の地点に戻され次の攻撃に変わります。なお6人制はいわゆる11人制と違い、パスを全ての選手が取ることが認められています。したがって先ほどのプレーも有効なプレーとなります。この結果天理大学状況は自陣17ヤードの地点で変わらず、サードダウン18、攻撃権更新に18ヤードが必要な状況に挑みます。天理大学ここはランプレーで突破を図りました。しかしキャリア9番に大阪電気通信大学のディフェンス陣が群がり、このランプレーは突破できず、むしろ3ヤードロスという形になっています。天理大学フォースダウン21という状況となりました。フォースダウンは4回目の攻撃、つまり攻撃権最後の攻撃になります。天理大学フォーメーションを変えるようです。11番が下がりましてパントを蹴る模様です。パントはいわゆる攻撃放棄のキックプレーですが、ここでボールが乱れました。しかしなんとかうまく蹴り出します。パンター11番、見事な判断でボールを蹴り出し、大阪電気通信大学陣25ヤード付近での攻守交代となりました。画面上の時計は現在0秒となっています。しかしフィールド上の時計は現在残り時間ありますので、こちらの時計の方で試合の方は進行していきます。このコートを終わりますまでは時計0秒という形でご了承ください。大阪電気通信大学自陣25ヤードからファーストダウン10。
さあ中央へのランプレーを展開します。キャリアは81番でした。タックルを受けましたが、しかし約5ヤードゲインとしています。キャリア81番は山本。ここで第一クォーター終了です。第一クォーター終わりまして、天理大学12点、大阪電気通信大学6点で攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。